さあ、世の女性たちは皆猫をかぶり、そして我々は皮をかぶっているわけですが、包茎は果たして善か悪か、味方なのか敵なのか、タレなのか塩でいただくのか、これを正しく知れる機会がなかなかないんですよね。包茎たちは皮に閉ざされた暗闇の中で、毎日震える夜を過ごしているわけです。まあネットとか見れば包茎に関する情報っていっぱい載ってますけど、もちろん包茎クリニックにとってはいっぱい手術をしてもらった方が利益になるんで、必要以上に包茎のネガキャンをする可能性がありますよね。だから我々はフラットで中立な包茎の情報が欲しいんですけど、日本の義務教育ではこれだけ重要な包茎問題をほとんど取り扱わないんですよ。もう恥ずかしがり屋なのか知りませんけど、もうゴミ教育ですね。さあ、こんな時こそ私ミストの出番でしょう。30万人の包茎軍団を引き連れて、今宵僕が立ち上がります。立ち上がってるのは僕なのか股間なのかわかりませんが、科学的観点から今宵包茎のすべてを明らかにしたいと思います。はい、ということで皆さん待望の包茎編始動です。ゴミみたいなシリーズ名でございます。そして包茎編はまさかの4部作という長編でお届けします。皆さんの包皮並みに長いシリーズとなっております。そしてこのシリーズはね、男性も女性も大人も子供も全員見た方がいいと思います。まさに全人類必修科目ですね。さあ、そして本編に入る前にまず Google 様、こちらの動画は科学的そして医学的な解説動画ですので、お叱りは勘弁してください。よろしくお願いします。さあ、ということで早速包茎編第1部参りましょう。今日の第1部ではまず包茎とは何かっていう超根本的なところを解説します。そんなの知ってるわって皆さん思うと思うんですけど、実はこれめちゃくちゃ誤解が多いんですよ。今日はその誤解を解いていきます。まず包茎の定義とは何だって話なんですけど、今の日本の通説では男性器の亀頭に皮、包皮が被ってる状態をもう全部ひっくるめて包茎と呼んでます。もう皮が被ってたら問答無用で、はいお前包茎ってなりますよね。なんですけど、そもそも日本で広まっているこの包茎の定義が医学的には間違ってるんですよ。早くもこれ皆さん衝撃だと思うんですけど、それはどういうことなのかっていうのを解説していきます。すいません、一旦日本の通説にのっとって話をします。日本の通説では皮に覆われている陰茎がまとめて包茎で、でさらにその包茎を状態によって新生包茎か関東包茎か火星包茎の3つに区別するっていうのが日本の通説です。今日3種類も包茎紹介するんで、なんか複雑に見えるんですけど、キーになるポイントはたった一つしかなくて、それは皮の先っぽ、包皮口の狭さなんですよね。このタートルネックの出口の狭さが諸悪の根源となり、セーターが脱げなかったり首が締まったり、いろんな状態が生まれてしまうんです。ただそれだけのことなんです。ということで今日は分かりやすいようにタートルネックのサイズで例えていきます。さらに包茎のパターンごとに僕の独断でレベル0からレベル3までの治療推奨レベルを勝手に設定するんで、これは全然正式なやつではないんですけど、ちょっとは参考にしていただければなと思います。さあ、それでは一つずつ見ていきましょう。さあ、まずは新生包茎からです。新生包茎は正式にはファイモーシスという医学病名が該当します。これはどういう状況かというと、はい、タートルネックが XS サイズで、包皮口が狭すぎるがゆえに手で向こうとしても一切気筒が露出できない状態、これが新生包茎です。通常時も勃起時も向けないっていう状態ですね。包皮口が狭いだけじゃなくて、包皮と気筒の癒着が原因となって気筒が露出できないことも多いです。この新生包茎は名前はなんかかっこいいですけど、これなかなかまずい状況なんですよ。というのも気筒が一切露出できないんで、気筒と包皮の間が全く洗えません。よってここは汚くなって細菌心筋ウイルスの温床になってしまうんですね。そしてその結果、気筒包皮炎や尿路感染症を誘発してしまう可能性が上がります。また HPV というがんの原因になるウイルスの温床にもなりやすくなって、陰茎がんやパートナーの子宮頸がんのリスクも上昇してしまう可能性があるんですね。これはかなり怖いですよね。そして何より皮が邪魔なんで、明らかに行為に支障が出るんですよ。これ例えるなら、本来鞘から刀を抜いて戦うところを鞘ごと戦うってことなんで、なんだいつはってなるんですよ。しかも臭いです。これらは由々しき問題ですよね。よって治療推奨レベルは2です。治療を推奨します。このように新生包茎は自分のためにも、そしてパートナーのためにも直した方がいいんですね。ただしパートナーが2次元の場合は例外でございます。小手川家、俺と結婚し。さあ、お次は関東包茎です。
これは医学的にはパラファイモーシスと呼ばれる状態で、これはどういう状態なのかっていうと、まず前提としてタートルネックが S サイズなんですね。新生方形の XS サイズよりは大きいんで、ギリ頭は出るんですけど、なんか締め付けがきついなっていう状態になっちゃいます。で、ここまでが前提条件で、で、ここでタートルネックの締め付けがきついまま、向いた状態をキープしちゃう人がいるんですよね。一見無事向けた状態をキープできてるんで、やったーってなるんですけど、その喜びもつかの間、その先には地獄が待ってます。要はこの状態ってキツキツのタートルネックで常に首を締めてるってことなんで、陰茎に循環障害が起きちゃう危険性があるんですよね。そしてその結果、締め付けてる包皮の部分がもうパンパンにむくんで腫れ上がって、なんと最終的に皮を元に戻せなくなっちゃうケースがあるんです。この状態が、はい、嵌頓包茎なんです。この嵌頓という文字は内臓物が飛び出して元に戻らない状態を指します。皮が腫れて元に戻らない状態がパラファイモーシス、嵌頓包茎なんですね。もう雨上がり消したいぐらい元に戻らない状態です。これ一番危ない状態で、ずっと陰茎がきつく締め付けられてて、しかも皮は戻せないんで、何が起こるのかっていうと、気筒や包皮の血液がうまく流れなくなって、うっ血を起こしちゃうんですね。そして放っておくと、最悪陰茎が壊死して、ペニスが使い物にならなくなっちゃいます。だから嵌頓包茎というのは一刻を争う事態で、包茎の一種ってよりかはもう怪我に近いんですよね。もうポケモンで言ったら確実に状態異常なんで、もう即ポケモン戦待機です。そしてこれ包茎って言ってますけど、一応気筒は常に露出している状態なんで、なんかややこしいですよね。気筒は露出できてますが、非常に危険です。ということで嵌頓包茎の治療推奨レベルは最高のレベル3です。治療推奨というかもう必須ですね。もしこの状態の方がいましたら、かなり危険なんで、すぐに治療が必要です。一応応急処置として気筒を数十秒手でグッと潰して小さくして、でその後皮の中に気筒をグッて押し込んで、なんとか皮を戻すっていうやり方があるんですけど、これでも包皮が戻せない場合はすぐに泌尿器科に行ってください。嵌頓包茎は唯一一刻を争う状態です。以上が治療推奨レベルマックスの嵌頓包茎の解説でした。で、ここでよくある勘違いがあって、説明したように嵌頓包茎パラファイモーシスはあくまで皮が腫れて元に戻らなくなった状態のことを指します。よって S サイズでただ包皮口が狭いだけっていう状態は嵌頓包茎ではないんですよね。ここから無理すると嵌頓包茎になっちゃうよっていうことです。一部のクリニックではこの状態を包皮輪狭窄型下線包茎って呼んだりもするんですけど、なんか名前がややこしいんで、今日僕が新たに命名します。この S サイズ状態を半新生包茎と名付けましょう。半新生包茎の定義としては、一応向けるんだけどなんか締め付けが強かったり、通常時は向けるんだけど勃起時は向けなかったりっていう状態を半新生包茎としましょう。半新生包茎は一応頑張れば向けるんで、新生包茎と違って中は洗えるんで清潔に保つことはできます。しかしまだ包皮口がちょっと狭いんで、勃起時は向けなかったり痛みが伴ったりして行為などに支障が出る場合が多いので、治療推奨レベルは1です。まあやや治療が推奨されるという感じですね。そして何より気をつけてほしいのは、この半新生包茎の状態で無理して向いた状態をキープすると、はい、レベル3の嵌頓包茎に移行してしまう危険性があるんで注意してください。以上がね、半新生包茎の説明です。で、このように嵌頓包茎の定義はちょっとややこしいので、クリニックとかでも間違って説明してるところもあったりするので注意してください。で、そのせいで芸能人の方でも勘違いしちゃう方とかも出たりしてて、例えば霜降り明星の粗品さんは YouTube の動画でご自身が嵌頓包茎であると公言していたんですけども、動画でおっしゃってた粗品さんの粗品の状態をまとめると、通常時は頑張ったら向ける、包皮が狭いため勃起したら痛くて向けないってことなんで、粗品さんの粗品は嵌頓包茎ではありません。これは包皮口が狭いってだけなんで、先ほど僕が命名した半新生包茎に当たる状態ですね。だから今のところ嵌頓包茎ではないんですけど、ただし粗品さんが今の状態で無理した状態をキープしたりすると、どうも嵌頓包茎です。このように無事関東に進化してしまう可能性があるので注意してください。ということです。粗品さんのご検討をお祈りします。ちなみに相方のせいやさんはズームで息子を見せつけてしまうということで、こちらリモート包茎というものに分類されます。治療推奨レベルは4ですね。さあ、ここまでの治療推奨レベルを振り返るとこのようになります。
まずはこれを押さえておいてください。さあ、そしてここからが実は本日のメインディッシュです。残った最後の一つ、火星方形について解説していきます。火星方形はどういう状態なのかっていうと、今までと違ってタートルネックがゆとりのある L サイズです。よって包皮口がちゃんと広いんで、普段は皮を被っていますが、手で剥くことによって通常時も勃起時もいつでも難なく気筒を全部露出することができる状態です。これが日本では火星方形と呼ばれています。よって気筒を毎日洗うこともできますし、基本的には行為にも支障出ません。つまり火星方形は特に問題はないんですよね。ということで治療推奨レベルはゼロです。治療は必要ありません。まずはここを押さえておいてください。さらには日本人の6割から7割くらいは火星方形とも言われているので、もう全然多数派なんですよね。で、ここからが今日一番重要なんですけど、先ほど神聖方形はファイモーシス、関東方形はパラファイモーシスという医学病名が該当するという説明をしました。では火星方形は正式には何という医学病名が付けられているのでしょうか。火星方形に該当する正式な医学病名なんか、ないんですよ。強いて言うなら、この状態はナチュラルペニスです。つまり、世界には火星方形という概念など存在しないんですよ。なぜなら、ちゃんと手で向けさえすれば、たとえ普段皮を被っていたとしても、それが人間として、ホモサピエンスとして正常だから、わざわざ病名をつける必要なんかないんです。これ例えるなら、人間に肺呼吸病とか二足歩行病って名付けてるようなものなんで、何を言ってるんだっていう。もう一度言いますが、世界的にも医学的にも、方形とはファイモーシスのことであり、ファイモーシスとは日本でいうところの神聖方形でございます。一方、火星方形は海外でいうところのナチュラルペニス。つまり、世界的にも医学的にも、火星方形は方形ですらないんですよ。というか、そもそもそんな言葉はありません。日本だけが正常な状態を火星方形と呼んでいるんですね。海外では火星方形、何それ食べ物ってなります。まあ、ある意味食べ物ですけども。ということで、今の日本の通説では、方形といえばこのような分類になってますけど、医学的に正しい分類はこうなんですね。神聖方形と関東方形は方形に分類され、しっかり病気扱いですが、火星方形はそもそも方形に分類されません。これが正しい分類です。だから実際に日本で方形手術を受ける場合も、神聖方形や関東方形の場合は病気扱いなんで保険が適用されます。一方、火星方形の場合は病気でも何でもないんで自由診療となり保険が適用されないんですね。こういったトリックが隠されていたんです。ではなぜ日本だけ正常なこの状態があたかも病気かのように火星方形と呼ばれているのか。これには日本の美容整形業界の黒い歴史が背景にあるんです。1970年代から80年代にかけて、美容整形クリニックは方形手術で儲けるために火星方形っていう不必要な概念をバンバン人々に広めたんです。そしてそのパイオニアと言われているのが、まあ名前は伏せますけども、あのヘリコプターに乗ってる某有名院長だと言われています。というか本人が過去にそう発言してます。もう本当にクリニックはもう余計なことしかしない。やっぱり僕はクリニックが大好きです。このようにしてクリニックが火星方形というワードを広め、さらには他のクリニックたちもこのビッグウェーブに便乗しだして、火星方形はかっこ悪いとか男らしくないとか一皮抜けた男にとか意味わかんないこと言い出して、さらに男たちの不安を煽りました。火星方形なんてそんな病気みたいな呼ばれ方したら、人々は不安になって手術しちゃいますよね。はい、それが功を奏して、火星方形作戦はしっかりうまくいって、方形手術は盛んになり、クリニックたちはガッポガッポ儲かったんですね。そしてその名残として、火星方形という本来不必要な概念が日本に根付いてしまったんです。こういった経緯があるんですね。そして未だに日本の医療機関だけ、この火星方形っていう言葉を使ってるんですね。なんともバカバカしい。このように火星方形は至って正常な状態なんで、もう火星方形っていう呼び方自体、もう今すぐ廃止した方がいいと僕は思うんですけどね。もうなんかわかんないですけど、黄道陰茎みたいにもう呼び方を変えましょう。ということで、火星方形という概念など、本来存在しないんだよっていうお話でした。つまり話がこじれたのは、これ全部クリニックの金儲けのせいなんですよね。本当にクリニック切ったねやり方するなって思うんですけど。Let me see your smile. Give me from me.三度の飯よりクリニック。さあ、ということで、最後にまとめるとこのようになります。一つずつ振り返ると、まずレベル3の関東方形に関しては、急を要するので、自分で治せない場合は、すぐに泌尿器科に行ってください。レベル2の神聖方形と、レベル1の反神聖方形に関しては、一応治療が推奨されますが、今日明日で何かが起こるってわけではないんで、全然焦らなくて大丈夫です。焦って今すぐ手術とかはしなくて大丈夫です。具体的な治療方法に関しては、次回の第
第2部で紹介するんで少々お待ちください。そしてはい、最後のレベル0の火星包茎に関しては至って正常な状態で手術の必要はありません。というか医学的にも世界的にも包茎ですらなくて、もうそんな概念はそもそも存在しなかったんだよというのが今日のお話でした。火星包茎の皆さんは正常です。多数派です。胸を張って生きてください。ということで皆さん、正しい包茎の知識が身についたということで一皮むけたのではないでしょうか。さあということで、包茎編第1部これにて完結でございます。それでは第2部でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。やめて、これ以上城之内の包皮が伸びたらどっちがブルーアイズかよくわからないわ。その上よく見たらサイズもトゥーワールドじゃない。お願い手術して城之内、あんたが今ここで向かなかったらカタパルトタートルの衛生面はどうなっちゃうの。保険証はドローできるはず。ここを耐えればブラックマジシャンを卒業できるんだから。次回城之内シスデュエルスタンバイ。